こんなとこで油打ってないでいけよ。ほい、ということで今回も続きからやってみたいと思います。じゃあ早速マンション、お、なんだなんだ、2組もいるじゃないか。ほい、じゃあまずライチちゃん入るね。もや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 、ちょっとだけそっとしておいでください。え、そっとしない、聞くよ。実はライチ、セカキウヌも。え、何それ、そういうパターンあるんですか。どっちに告白すればいいでしょうか。いやー、え、でもね、黒影さん結婚してるから、じゃあキングそういう決め方でいいんかな。どんな感じで、ね、どうだろう。歌で、ロマンチックに。ロマンチックに。男と女で違うんかな？ロマンチックに。告白する場所は、どこがいいでしょうか？告白する場所は、じゃ、教室。その前に、着替えた方がいいですかね？着替え。ブカブカの T シャツ。ガーゼのワンピース。じゃ、これで可愛く。着心地も良く優しい雰囲気だからね。決定。じゃ、これで。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。お、本当に教室や。どこの教室や。え、みんな学校通いよったりとかするんやろうか。放課後の教室？結局、あの人が来ることはなかった。え？え？なに？そういうパターンあるん？マジで？なに？そのナレーションみたいな。え？来ることもないとかあるの？ちょっとキングしっかりしてよ。残念な結果に終わります。そりゃあ、とてつもなく残念だろうな。なに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 、なんかライチちゃん燃えてるんだけど。だってもう一度どころか一回もしてないからね。気が済むなら。すごい、ライチちゃん燃えてる。お、今度は浜辺来た。なぜアスムだよ。え、セカキウヌはあなたと付き合う気がないみたいですよ。え、マジなの？え、人づて。え、これ落ち込みが半端なくなるんじゃない？すごく残念な結果に。そりゃあ、ね。もう、あちらで行こうと思います。ねえ、2回も来てくれんかったらそうなるよね。え、待って、お腹空いてた？もしかして。もしかしてじゃない。ケーキでも食べて元気になってよ。あ、お腹はちょっとしか満たされてないんやね。いただきます。どうぞどうぞ。もういくらでも食べて。ケーキバイキングとかにしてもいいよ。結構美味しかった。よかったよかった。うわぁ、ちょっとしか減ってない。じゃあちょっと、ライチちゃんあれだわ。旅行に行っておいでよ。どこにでも行ける旅行券、ゆっくり楽しんできてください。はい。え、いいんですか？いいよ、いいよ。では、楽しんできます。いってらっしゃい。どうせなら親友のなっちゃんとか連れて行けば、おぉ。ライチの旅行 in 京都。京都行ったよ、ライチちゃん。これでちょっとは癒されるだろうか。八坂神社です。八坂神社。はい、チーズ。はい、チーズ。どう？楽しいかね。宝冠寺八坂の塔。はい、チーズ。すごいね、何周り。普通に写真じゃね？違うんかな。伏見稲荷大社。いいね、写真保存するよ、もちろん。じゃあ帰ろう。さあ、どれくらい癒された？大丈夫か？気分転換にはなった？たまにはこんな一人旅もいいもんですね。ね、私も一人旅とか行ったことないけど、いつか行ってみたい。お、一気に回復した。よかったよー。
よかったよ、ライチちゃん。すっかり出し直りました。やっぱ場所が変わったらね、だいぶ変わるよね。お礼にこれもあげます。なになに？お、実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。なっちゃんは、心の友です。心の友と書いて親友。いいね。そう呼べる友達は大事よ。さあ、そしてもう一人。お、あきちゃん？え、もしや。入るよ。なんでもないです。ほっといてください。なんでもなくないだろう。まさかの女の子からのパターンですか。おー、逆プロポーズ。頑張れ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。ね。花火大会。その前に着替えた方がいいですかね。着替えね。じゃあ着替えを。着替えと言ってもな、普通の服ぐらいしかないんだな。いや、このままで大丈夫だよ。ところで、プロポーズをするタイミングに自信がありません。それは私に任せてくださいまし。頑張るよ、わかった。それでは、プロポーズに行ってきます。ほい。初めての女の子からのプロポーズ。これはぜひ成功させてあげなければ。さあ、アキちゃんのことを、は、あー、やばい、焼肉。私、いつもタイミングが遅いんだな。ちょっと待ってね。は、よっしゃ、いったー。そうだね。君の方がとか言った方がいいよ。ほい。違う。なぜ、い？は、私とどっちが綺麗？おー、自分から聞くんだな。もちろん君の方が綺麗だよ。いいね、いいね。ラブラブだね。そしていい感じで花火が上がってる。なぜ一瞬ライチちゃん心配したのか。あー、ちょっと花火のタイミング聞こえなかった。そりゃ聞こえないわな。なんでもない。いやー、あー、でかいハートが。あー、ラストだよ。あー、そこ、そこついてないよ。考え切り替わるの早くね、チャーリーさん。早くね。そもそも帰らなきゃ。あ、そうなの。ちょっと女の子がリードしようとしないけん気づけよ。私のタイミングが悪いんだけれども。ちゃんとプロポーズできるように頑張ります。私も頑張る。いやー、もう、どうして私と付き合ったんでしょうね。好きだからだよ、大丈夫だよ。ね、プロポーズ失敗したけんって別れたわけじゃない。次があるさ。ももちゃん、入るよ。こんにちは。こんにちは。嬉しい時に使う言葉を教えてください。嬉しい時に使う言葉を教える。嬉しいとき。嬉しいとき。やったー。あれ、前も使ったっけな。誰かにこれ教えた？やったー。音符とかないん。あった、これや。決定。やったん、でいいですか？オッケーオッケー。なんかちょっと歌うように言った、今。はい、わかりました。ほいほい。そうなんや。もうそれ親友でいいんじゃない、ハットくん。ね。おいし、じゃあちょっと、募金に、皆様ご協力をよろしくお願いいたします。募金中。今日は19,960円集まりました。ありがとう。そして、ん、ここも。昼市開催中。さあ、今回の掘り出し物の服は一体何だろうか。お、女子ハイスクールの服やん。これユニポンちゃんがよく着とるやつやろ。着こなせてこそ一人前。買おう。一着くださいまし。ほいほい、いいね。ん、
誰か噴水広場おる？入る。キング。キング、こんなとこで油打ってないで行けよ。行けよ。黄昏れてんのか？遊園地にも誰かが。アリスちゃんかな？ん？今一瞬誰か乗っとる気がした。気のせいか。ニッコニコ。ほい、じゃあ次。次は、クラくん、入る。そんなに会ってなかったから、みんなさ、ミーニュースだとかさ、他の子の家に遊びに行っとったりとかするけん、そんなに会いた感覚ないよね。怒った時に使う言葉。怒った時。怒った時ってなんだ？は？静かな怒り。そういう感じで。いいですか？いいよいいよ。あんでもいいけど。ほい。はい、わかりました。はい。礼儀正しい。ああ、そういうのよくあるよね。でも人の傘を取って帰っちゃいかんよ。コンビニとかでよくあるやろうけど。ほい、そして、ケイくん。入る。こんにちは。こんにちは。何か被り物が欲しいです。被り物。それ以上の被り物はないよ。じゃあ買いに行こうか。いらっしゃいませ。小さな旗。なんだ？ふざけてんのか？ひょっとこのお面。レザーのキャップ。かぶり物。これはかぶってないよな。これはかぶってるけど、季節の品。博士、つばひろ。ふんふん、カタログ。この辺は？おかめ。落ち武者。前、オカメのやつさ、あれをね、クラ君にあげたよね。じゃ、今回、ひょっとこで。ひょうきんな表情をしたひょっとこのお面、周りを楽しくしてくれそう。買う。一つ。え、結構な値段する。なぜだ。ありがとうございました。かぶり物って言うんかな、これ。ほい、これを、あげる。え、その状態で、ハムスターのやつは取るんかな。あ、取った。なんて格好だ。すごく気に入ったの？それなら良かったのだけれど。じゃあ道具。道具で。テニスラケットをプレゼントします。はい。道具、テニスラケットをプレゼントしました。これにこれもあげなに。なになに？実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。気がつくと早足になっています。気がつくと早足に。きっと都会の人なんやね。東京の人とか歩くの早いって言うし。ね。じゃあ次。ん？黒影さんが呼び寄る。入る。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。お、遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。食べ物お宝シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか？ 3 つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。ててん。これは何でしょう？え、みかんかと思った。全然違うんや。じゃ、鮭のムニエル。答えは？なんとなく消去法？鮭のムニエルでした。ブロッコリーの部分かい見えとったん。次へ。シルエットクイズ、第2問。第2問。ててん。これは何でしょう？イカ。スルメだ、スルメ。答えは、スルメでした。イエーイ。次へ。シルエットクイズ、最終問題。最終問題。ててん。これは何でしょう？フライパンじゃないの？あ、虫眼鏡だ。虫眼鏡。答えは、虫眼鏡でした。イエーイ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ今回は？でかいの。何あれ。
お宝木彫りの熊をもらいました。あー、どういう状態か全然わからんかった。そういうことか。マジで？アキちゃんどこで生まれたんやろ。じゃあ次、ほい、ミーニュースを見ていこう。入る。11時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい。本日、リンさんが、お、マジでリンちゃん誕生日。アルナシのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。おー、おめでたいね。ハッピーバースデーリンちゃんとユマピーちゃんとネムちゃん、いいね、仲良し。リンちゃんお誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。ふー。ふー。マシの家に聞きました。ケーキ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。おめでとうございます。やっぱこういう時はみんなまともなんだね。11時のニュース。アユナのお伝えしました。ほいほい。このイベントは昼一だよね。だよね。お、そしてマンションの屋上に誰かがいらっしゃる。じゃあちょっと屋上を、ほい、入るね。はっ。なるほど。テニスをしていた。壁打ち中や壁打ち中。そのひょっとこのお面は外した方がいいんじゃないかな。ね。すごい一心不乱や。ほい、じゃあ。お、なんだ、あゆな。どうした、お腹痛いの？風邪？私、もう慣れです。どうした？お腹の調子が悪いです。お腹の調子ね。ちょっと待って。胃腸薬を。ほい、まだ8個もあるけん大丈夫よ。はい。いただきます。ほいほい。おし、回復。穏やかな効き目がお腹を癒します。だいぶ調子が良くなりました。それは良かった。そしてレベルアップ。それじゃあ、道具で。任天堂 3DSLL。ほい。道具、任天堂 3DSLL をプレゼントしました。明日から頑張ろうと思います。明日から頑張るっていうのは、多分明日になったらまた明日頑張るって言うんだよ。今日からじゃないとね。ほら、明日やろうはバカやろうって言うやん。誰の言葉か忘れたけど。なぜ出たんだろう、今。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんか今回はいろんなことがね、バババッとあった気がする。みんな人生いろいろだ。